わあ、やべ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 、いきなりいきなりいきなり。というわけで今回のエクリプスクロス PHEV ですけど、ランエボ10を超えてる部分があるって進んでるって、より進化してます、ね、エボ10より進化、はい、どの辺が進化してる、それはですね、エボ10の場合は前後の駆動力配分、はい、アクティブセンターでも ACD って言ってたやつでやってるんですけど、あれメカニカルなデバイスベースの制御なので、はい、前後の駆動力配分のその制御の自由度がちょっと限定って、やっぱり。皆さんこんにちは、コージー TV。 今回はなんとラッキーにもですね、三菱のまあ期待の新作エクリプスクロス PHEV のですねプロトタイプモデルに、雨なんですけども、サーキット、プチサーキット試乗会に来ております。でですね、このエクリプスクロス PHEV ですね、言ってみればまあ三菱の美味しいところをまあ固めて、食べちゃうようなところがあって、というのもボディは基本、エクリプスクロスという今時のまあ流行りの、コンパクト SUV で、まだ2年前に出たばっかりで、さらに言うと三菱といえばやっぱり電動化が肝でですね、アウトランダー PHEV っていうのがもう7年目でですね、世界でもプラグインハイブリッドの SUV として売れた車で、そもそも電動力が半端なくてですね、まあそれをよりちっちゃなこのエクリプスクロスに乗せたってことなんですけど、乗せるに対しまずね、デザイン相当変えてます。もうね、もちろんグリル、この辺の10種類、まあライトもそうなんですけど、変わってるのはもちろん、このフェンダーを除くとね、ボンネットも変えちゃってる。で、実際問題ですね、すごく伸びやかさが増していて、これ横から見ると分かるんですけど、今まではね、コンパクト SUV 的に見られるところがあったんですけども、全長が14センチにも伸びて 4.5 メートル台に入った。それだけでなく、このちょっと優雅になったじゃないですか、このフロントノーズが特に伸びました。で、さらにリアもね、造形がこの、まあ、ダイヤモンドマークっていうか、この辺りですよね、この六角形のフォルムが、三菱らしいんですけども、ちょっと塊感が増して、車格が一つ上になったような感じがします。で、それだけでなくね、基本的にこの三菱のアウトランダーのプラグインハイブリッドってもう、まあプラグインハイブリッド、そのいわゆる電池増し増しの、半分EV として使えるプラグインハイブリッドの先駆けなんですけど、これですね、マイナーチェンジですでに新しくなっていて、エンジンが 2.4 リッターの新作を使っている。それだけでなく電池が 13.8 キロワットっていう、まあいわゆる昔のピュア EV の半分ぐらいの電池が積んでいてですね、EV 走行がだいたいですね、 JC08 モードで65キロ、まあ基本的にはアウトランダーと変わらないぐらいなんですけども、まあそれだけ EV 走行ができて、さらに言うと、このエクリプスクロスなので非常にスポーティーなハンドリングと、何よりも四駆性能が半端じゃなくて、どうやら専門家に言わせると、あのランエボを超えるほどのもう自由自在なハンドリングをこれで達成したということなので、そこら辺をぜひ注目してサーキット走行に挑みたいと思っております。で、ポイントはですね、確か2年前に出たんですかね、三菱のコンパクトの、これまた起死回生モデルであるエクリプスクロスに、でさらに2013年に出たアウトランダー PHEV というですね、まあ、世界にも先駆けてプラグインハイブリッドシステムを、そのアウトランダーにくっつけたんですけど、それをですね、さらにコンパクトなエクリプスクロスに乗せようというやつです。わあ、やべ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 、いきなり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 アウトになる。すいません、これあとね、電動でこのアウトランダー PHEV から始まったこの三菱の自慢の、プラグインハイブリッドシステムはですね、実は前後ツインモーターで、エンジンは基本的には発電に使って、あとは前後のツインのモーターを使って、走るってことなんです。それが何がすごいかっていうと、
まずですね、前後の駆動配分が自由自在なんで、えらいこうですね、曲がりやすくも曲がりにくくもできるってことで、これちょっとある意味、不幸なあの雨の状況だと思ったんですけど、車のことはよくわかる。すごいのがですね、まあ、雨で、ちょっとオーバースピードだとやっぱフロントが逃げるんですけども、それをちょっと待ってね、グリップが回復するとすぐにインがキューッと入って、非常によく曲がってですね、うまく、フロントにブレーキをかけたまま曲がると、お尻が出たり、もう結構ブレーキを使って自由自在に、曲がりを楽しむことができます。それから面白いのはやはりこの、駆動モード、ドライブモードで、ターマック、グラベル、スノー、ノーマル、エコがあって、特にそのターマックって舗装路のね、ラリーとかで走るようなそのターマックのモードと、あとグラベルが非常に興味深くてですね、まあスノーはまあ抑えめなんですけど、特にですね、まずはターマックでやるとやっぱ一番ね、どうやらまあ今結構ケツ出ますね、これ。結構リアにやっぱ駆動力が来てる感じがしてですね、こうアクセルで、そうか、これね、アクセルをこうオフにしながらでもやると結構うまく上がれますね。やっぱりリアのこの前後ツインモーターっていうのは、非常にこの前の前後の駆動力を自由自在に今までのエンジン車では考えられなかったコントロールができるようで、これターマックじゃない、グラベルで結構雨の日ね、楽しいかもしれないです。結構コーナリング中にアクセルをちょっと緩めるとケツが結構気持ちよく入って、雨のグラベルモード結構良さそうです。一応聞いたところによると、スノーモードだとやっぱり安定させるためにあんまり積極的な、曲がりのね、助ける電子制御しないらしいんですけど、あとね、根本的なことを言うと、これね、すごく乗り心地が良くてしなやかなのが驚き。これ電気自動車化したことによって、もちろん早くもなったんですけども、上質さと乗り心地の良さ、そのあたりも増してるのがポイントで、全く別の車になっているといった印象があります。改めて四駆の神様の澤瀬さんに聞くんですけど、はい、そうそう、前後のトルク配分っていうのはやっぱり四駆において非常に決定的なファクターで、すごい操縦性が得られるってことなんですか。あ、そうです、そうです。てっきりその左右のトルクも三菱やられてたから、うんうんうん、そっちの方がハンドリング効きそうだと思うんですけど、前後が結構いいんですね。ですね、はい、今日みたいな雨でちょっと滑りやすくなってきて、そうそう、はい、そのタイヤの摩擦限界付近になると、うん、実は左右の制御も当然効くんですけど、前後の方が効果的になってくるんですね。なんとなくわかる。グリップ領域だと、AYC みたいな。効きますよね。わかりやすく効きます。なんですけど、もう摩擦限界近くなると、実は前後配分を緻密にやるっていう方が大きな武器になる。雪でもあんな風に。雪最高です。あ、そう。雪はピカイチです。なるほど。はい。雪だと大抵ダメなっていうか、普通のやつだとこうオーバーでこうケツが出るかアンダーが出るか、極端になっちゃってあんまりハンドルリングを楽しめない領域に行く場合が多いんですけど、もっとそこが楽しめるから、もっとそこが楽しめる。その雪の上でね、ハンドルスッと切り込んだだけでね、この車いけるぞっていう感じがするように仕上がってるので、わかりました。ぜひまた雪の上も機会があればですね、はい、楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。